皆さんこんにちは、幸せパン職人のゆりなです。今日は自家製シートで作るチョコロールパンご紹介していきます。プレゼントにもねぴったりなパンになります。材料約6個分記載しております。チョコシートも電子レンジで作れる簡単なものとなっております。初めての方でも分かりやすいように説明していきますので、一緒に作っていきましょう。約ね4時間ぐらいで完成します。そしたらまずチョコシートを作っていきますので、材料を用意していきます。強力粉と砂糖、ココアパウダーと牛乳ですね。牛乳とあとはバターを用意します。強力粉に砂糖とココアパウダー、あとはバターをですね細かくちぎってボウルの中に加えます。そしたら次に牛乳を加えましょう。少しずつ加えながら混ぜていきます。大体ね3回から4回に分けて混ぜていきます。こう砂糖の塊とかですねバターが溶けなかったりしますが、電子レンジで温めるので少し潰しながら混ぜていただければ大丈夫です。結構ねチョコシート簡単にできます。牛乳をすべて入れたらこんな感じですね。少しバターが溶けてませんが、このままで結構です。このままラップをせずに電子レンジにかけていきます。600ワットで1分半を目安に見てください。これが1分半後ですね。結構塊ができてます。そしたら1回全体を混ぜます。ちょっとね分離してるみたいな感じになってますが大丈夫です。さらに600ワットで1分目安に見ます。かけてみます。そうするとねだいぶ水分が飛んで固くなってきました。あとは、ヘラを使って混ぜていくとこんな感じの塊になります。これでチョコシートの元ですねは完成しております。そしたら、平らにしていくためにですねラップを用意します。ラップの上に先ほどの作ったチョコフィリングを乗せて、だいたいラップでね15センチの正方形になるように包んでいきます。ママちょっと余裕を持って包んで伸ばしていくっていう感じですね。こんな感じに四角くなれば OK です。あとは厚みを整えたらこれで完成。冷蔵庫で、少し固まるまで冷やしていきます。冷やしてる間にね生地を作っていきましょう。これは前日に作っておいても結構です。2日前とかでも全然問題ないかなと思います。そしたら次にパン生地を作っていきましょう。材料を用意しておきます。まず強力粉に砂糖と塩を加えて混ぜていきます。次にインスタントのドライイーストを加えて同じように馴染むまで混ぜていきましょう。今回使ってるのはねインスタントドライイーストといってスーパーとかに売ってあるようなものになります。そしたら溶き卵と、牛乳ですねと水。水の温度は、水道水から出したものだと少し冷たいので電子レンジなんかでちょっと温めた27度ぐらいのものがベストです。そしたらボウルの中で粉気がなくなるまで手を使って混ぜていきます。これぐらいですね粉っぽさがボウルになくなったら台の上に出していきましょう。台は平らなところであればどこでも構いません。まずはですね、生地を台にこすりつけるような感じ。
伸ばして戻してを繰り返していきます。約5分くらい繰り返してください。5分ほど繰り返したら、今度は生地を集めて持ち上げたら台に叩きつけていきます。パンの生地っていうのは圧力だったりとかをかけてあげることでね、伸展性がとても良くなります。2分ほど繰り返したら、ようやくここの時点でバターを練り込んでいきます。常に戻したバターを生地に塗ったら、再度ですね、先ほど一番最初にやった方法でこねていきます。バターが馴染むまでこねてください。バターはですね、途中で入れる理由としては、生地のグルテン膜といって、膨らみを助ける膜がですね、バターを入れることによってできにくくなります。なので最初は入れずに、混ぜています。バターがしっかりと馴染んだら、馴染むっていうんですかね、バターがなくなったなぁと感じたら、最後持ち上げて生地を台に叩きつけていきましょう。だんだんね、生地の表面がツヤっとしてきます。ボコボコしてたものがツルッとしてくる感じですね。こんな感じ。2分ぐらい繰り返したら生地は完成です。ツヤっとしてて可愛いですよね。こんな感じです。目安としては生地のこの表面のツヤですね。あとよく一般的に言われるのは、少量取って薄く伸ばした時に、こういう薄い膜、透けるぐらいの薄い膜がしっかりとできていれば OK です。そしたら発酵を取っていきます。今回は室内で発酵させようと思うので、 200cc ぐらいのお湯を別ボウルに用意して、その上に生地を乗せていきます。60分間取りましょう。発酵機など使う場合は30度でセットしてください。お湯はね、上のボウルに当たってないぐらいの量にしましょうね。そしたら、生地を一度台の上に出して丸め直していきます。生地を出したら、軽く叩きながらガスを抜いて三つ折りをします。向きを変えたら上からくるくるっと丸めていきましょう。これでガス抜きは完成です。あとは少し寄せて丸く整えます。表面がね、荒れちゃうまで丸めると良くないので、優しく表面がつるっとしたままの状態になるくらいまで丸めてください。そしたらラップの上に乗せてくるみます。このまま冷蔵庫でですね、30分ほど休ませていきます。休ませる理由としてはですね、伸ばすことがやりやすくなるっていうのと、くるくるっと今回ロールをした時に綺麗な形になるので休ませています。で、これ30分後です。ちょっと膨らんでますね。チョコシートも冷蔵庫から出してきます。そしたらここから成形カットまで一気にいきます。まず生地を出してラップを外したら、綿棒を使ってチョコシートが包める大きさまで伸ばしていきます。冷蔵庫でね、30分ぐらい冷やしたからといって発酵が弱くなるってことはインスタントドライアイスの場合はないので大丈夫です。伸ばしたらチョコシートを上に乗せて包んでいきます。上下ね、しっかり、チョコシートが出てこないように生地で包みます。内粉を両面にちょっと多めに振ってください。そしたら綿棒を使って伸ばしていきます。
ママ、ママ。やはりね、冷蔵庫で休ませることによってこれぐらいしっかり伸びるようになるってことですね。大体縦27センチ、横27センチぐらいの正方形になるように伸ばします。そしたら霧吹きを振って、今回はチョコチップをですね、上に散らしていきます。中にですね、くるくると巻いていくってことですね。なくても全く問題ありません。あるとね、結構食感的に面白い。いろんな食感が楽しめるパンになります。そしたら下からくるくるくるっと巻いていきましょう。最後閉じ目部分はですね、ちょっと綿棒で伸ばしてから霧吹きを振って閉じ目をくっつけると、後でね、剥がれてこずに綺麗にくっつきます。これで、ロールが完成しました。そしたらここからカットに行きます。紙カップですね。100円ショップの紙カップを用意していきます。そしたらカットしていくんですが、端っこはね、ちょっと入ってなかったりするので、全然焼いても美味しいんですが、今回はちょっと綺麗にするためにカットしていきます。焼いて食べてもらって結構です。そしたら8等分ですね。または、2センチから3センチぐらい。2.5 センチぐらいにカットをしていきます。幅でカットをしていきます。カットした包丁をね、一回拭いてあげてカットすると綺麗に切れます。で、カップの上に乗せたら、このまま発酵を取っていきましょう。室内の場合は、濡れ布巾かなんかしてもらって暖かい場所に置いておいてください。だいたい1時間ぐらいかな。電子レンジの発酵機能など使う場合は、30度でセットをします。で、これぐらいまで膨らんだら OK です。だいたい 1.5 倍ぐらい。室内の場合ちょっと暖かめの場所に置いておかないとここまで膨らまないですね。そしたら溶き卵をハケを使って上に塗っていきます。これは、焼き上がりきれいにするためのツヤ出しのためなどでなくても結構です。最後にアーモンドスライスを散らします。溶き卵塗らない方は霧吹き振ってもらって、その上にアーモンドを散らしてください。アーモンドスライスが結構可愛くなるポイントだなと思っております。で、あとは予熱しておいたオーブンに入れて焼くだけです。220度で予熱してですね、入れていただいて220度で9分ぐらい焼きます。あとはね、オーブンによって調整してください。これで焼き上がりました。いい色がね、ついたら OK です。ちょっと上にぐるぐるっと盛り上がって可愛いですよね。チョコ味の、ロールパンになります。保存も可能です。解凍も方法も載せておくので、よかったら参考にしてみてください。どこ食べてもね、チョコが味わえるとても美味しいパンになっております。お子さんも大好きだと思いますので、ぜひ作ってみてください。インスタグラムにてレシピ紹介などもしております。もしよかったらそちらも、フォローお待ちしております。ご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。